とことん屋に込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。収納チェストの中身も見せてほしいということですね。収納チェストの中身、お見せします。何が入ってるかちょっとわかんないですけども、まあ、とにかく、タワーで出た、まあ、使えそうかなっていうやつは、とりあえず、この収納チェストの中に放り込んでいってる感じですね。はい。まあまあまあ、だいたい、黄金さんの263のやつが多いのではないでしょうか。ああ、これはね、まあ、重力2だけどね。重力は別に俺1でも2でも3でもいいかなと思ってるところです。この英雄は、英雄の、無謀は何回か出たことあるもんね。はいはいはい。なんかこういう感じ。手持ち花火。いや、これより、もう一個の方が使いやすいかな。で、フルメタル霊気ね。はいはいはい。これ使えるんじゃない？で、締め具。締め具重力どうなのっていうところ。これ使わないでしょ。でもまあ一応なんかね、修正入って、この、なんだっけ、このビームだよ。このビームが強くなるかもっていうところで撮ってるんだね。はい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 。いや、使わない。使わないし、まあこれは使うにしても、ツインボは使わない。で、月のダガー、スカルね。いや、スパイダー、いいけどさ、火炎フォーカス、まず使わないでしょ。でもまあ、何かね、もしかしたらっていうことがあるので、今までも何回かあったのよね。このスキルが強化されて、あ、それ持ってたのになっていうのがあったんで、一応取ってるっていうやつが、ありますね。あ、北極狐ね。このイベントっぽいやつの、黄金さんっていうのはなかなかレアかな。ここら辺は黄金、古代狩りで、取ったやつですね。素晴らしいんじゃない？素晴らしいんじゃない？このバーストゲイル棒なんてね、もともとロールチャージがついてて、使いやすいやつに、長男がついて。まあ、使わないけどね、おそらくね。で、輝くローブの毒フォーカスいらないっしょ。まあ、一応取ってるって感じか。カリュード、いやー、使わない。ビーハイブ、毒フォーカスよく出るよね。使わない。ファイアブランド、チェーン、いらないな。スイートトゥース、はいはい。見た目は好きなんで、霊気3だったらよかったね。あ、これ、別にいらないな。これ売ろう。爆発1はいらない。で、レイピアね。手持ち花火、3つ目か。あ、これはね、結構ね、ものすごいレアかなと思った。谷の小玉のクールダウンショット3。クールダウンショットがつくってことがまずレアだし、3だしっていうことで取ってるね。いや、これ谷の小玉じゃなかったらね、めちゃくちゃ良かったんだろうけども、まあまあ、今度使ってみてもいいかもしれないですね。で、シュルカ。いやいや、火炎フォーカスいらない。いらないの取ってるな。で、呪われた弓。まあ、イベント装備っていうことで撮ってるんでしょう。はいはいはい。なんか、ちらほらね、222とかそういうのが混ざってるっぽい。で、この、元々のやつ。タワーさんじゃなくって、イベントで入手した装備っていうのは、なんか、売らずに撮ってるやつがあるっぽいな。震える意味ね。これ珍しいね。いや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 、雪玉3つくといいよ。でも、ヤギはいらないけど。いや、素晴らしいエンチャントついてるのは、やっぱ取ってるな。はい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 。なるほどね。古代狩りでは、ポーションバリアとかクールダウン、つくのよ。でもタワーじゃつかない。マジでつかない。これをね、263まで上げれれば最高なんだけどね。それが未だにできてない。懐かしい。ゴーストキンドラーのソウルビルドやって、
点で弱かったってやつ。弱かった、確かに。で、このバブルバースターめちゃくちゃ使ってた。うん。これカスタムなしなんですよ。まあ、ギフトでもらったやつなんですけどね。黄金に、バーストボーストリングついて、で、無限、アーティファクトチャージ、クールダウンショット。これ、すごいよね。うん。これは、本当に使った。バブルバースターがワンパンできる時代にもらって、本当初期の頃にもらったのよ。めちゃくちゃこれには助けられたね。最高の一本でした。まあ、今はね、もう自分で作れるっちゃ作れるようになったよね。うん。で、これはもう自分で取ったやつだね。カスタムなし。アーティファクトチャージの、まあ、無限はついてないけども、マルチショット、バーストボーストリング、クールダウンショット。うん。まあ、これも全然いいよね。カスタムなしで、これはかなりレアだと思う。これ、採掘者、たくさん入れたら、どうなるかって検証した時のやつだ。ほら、これも防具ね。防具ね。防具と弓と、で、さっきのグレイブもだ。ほらほら、グレイブもね、採掘者をめちゃくちゃ入れて検証したやつ。懐かしい。はい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 。そうね、ツタノムチもね、263が出るまではこれ使ってたな。うん。ダメージ取れるし、あとこの採掘者を入れて、ちょっと遊ぶ感じで、最後は、使ってた。いや、違う。これ違う違う違う。これギフトでもらって、そうか、珍しいやつってことでもらったのか。採掘者さんで、これ、カスタムなしよ。ありえないぐらい素晴らしい武器だね。うん、カスタムなしで、完成されてるやつってほんとすごい。で、こんな感じですかね。うん。この勇者なかなかいいね。カスタムなしで、帯電のクールダウンで、サプライズギフトのポーションバリア。いやー、素晴らしい。素晴らしい。これタワーで出たら泣くぐらいのいいやつだね。おー、素晴らしいね。で、古代ね。バーストボーストリングクールダウンショット。なるほど。チャージ系がないんだ。うん、真ん中か右に。チャージ系つけばマジでよかった。はい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 。なんか、際どい装備があるね。取ってる取ってる。おー、なるほどね。この誕生と終焉もこれなんか覚えてる。うん。これ絶対強いと思って使ってみたのよ。旋風衝撃波、追い打ちか、をつけて。ならば、点で弱くって、重力つけなきゃいけないっていうのをこれで気づいたんだよね。と、旋風は向いてないっていうこと。うん。この武器に旋風つけても旋風が当たらないのよ。いや、懐かしいな。懐かしい。これ初期に使ってた骨のコンボね。うん。痛みサイクルがついて、かなり強かったやつだ。うん、そうそうそう。これよかったね。はい。まあ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 。なかなかいろんな装備がありますね。でももう少しだと思います。ウィザーのクールダウンね。素晴らしい。このミステリー。ユニークなのよ、ミステリーが。これはもう今は出ないと思う。うん。昔のバグかなんかで出たやつで、ユニークで、しかも能力が、イカの防具と一緒のやつって面白いなってことで撮ってたんだよな。はい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 。で、闘志の締めが、これギフトで、そう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 、視聴者の方にもらったやつだ。めちゃくちゃ欲しかったっていうやつが、自分でなかなか出せなくってもらったのよ。衝撃波と旋風と輝き、雷か。もう本当に理想的なやつ。初期の頃使ってたなぁ。で、亀、これも、うん、まあ、ここら辺はもらったやつばっかりですね。もらったやつが多い。ミステリーのね、霊体になってクールダウン。はいはい。スポンジね。スポンジね。
昔使ってたね、ワンパンするときに。今はもう弱くて使えないけど、あ、で、このカボチャは超レア。このカボチャはもうあの時期にしか、イベントの時期にしか取れなかった超レアアイテム。そうか、こんなのもあったね。で、ギフトのミステリーね。はい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 。まあ、とりあえず、収納チェストの中身はこんな感じです。今は使わないようなやつだけども、なんか思い出があるやつとかそういうのを入れてますね。はい。ということで、こんな感じでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。